はい、暗闇の中ででもですね、あの物が見えるようになるという、暗視目薬というのをね、アメリカの科学団体が作ったというのを発表したらしいんですね。これですね、あのすごいんですよ。森の中で50メートル先の人を見分けることもできたりとかね。で、効果は長続きしないんですけども、使った後も特に問題はなかったということなんですね。いろんなことにこれ用途でね、使えそうな気がしますけどね。言ってみれば、あの、突然の停電でね、それでも冷静に対処する MC みたいな感じですね。どういうことかって？暗い中、しっかりとした視界ってね。ねずっちです。今日は新宿末広亭に行ってきます。